シングル「青春クロニクルハリネズミとジェリービー」を発売したばかりの我らが爆ステ外巻第1丁目、みんなもう聞いてくれた？さあ今回の「ツンツメ爆音」は大好評シリーズ。爆ステ外巻第1丁目のメンバーがいろんなことに挑戦する「まるまるやってみた」。今回は誰がどんなことするの？爆音はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやー、毎日暑いですね。そうですね。なんでですかね、これね。なんでもう8月もそろそろ終わりですもんね。え、今8月？通りで暑いと思います。夏ってことですね。もうあんまりね、朦朧としてきて、ちょっと季節とかよく分かんなくなっちゃうんですね。はい、皆さん、夏の思い出、なんかありますか？海に行きました。海、どこの？お父さんと江ノ島に行きました。江ノ島。私も行きました。江ノ島。水族館行きました。奇遇ですね。一緒に行ったわけじゃないんでしょ？一緒に行ったわけじゃないんで。え、仲悪いんですか？一緒に行ったわけじゃない。そういうわけじゃない。そんなわけではない。仲良かった。一緒に行きましょう。同じグループなんだから。あ、お肉食べました。お肉、お肉はね、いつ食べても美味しいと思う。バッティングセンターに行きました。バッティングセンター、そうですね。夏はね、高校野球のシーズンですからね。お祭りに行きました。お祭り。お祭り、夏だね。はい。桃を食べました。桃。夏の桃は特に美味しい。はい、というわけで、本日はですね、ちょっと夏の思い出作りということで、こちら。神奈川県相模原市にあります神野川キャンプ場にやってきました。というわけで、本日は皆さんに夏の思い出作りとしてこちらで魚釣りをしてもらいます。じゃあ早速行ってみましょう。釣り、今回は魚釣りか。みんなやったことあんのか？なんかみんなほぼ初心者らしいよ。先が思いやられるぜ。今回ご協力いただいたのは、自然豊かな神野川の澄んだ渓流沿いにある神野川キャンプ場。自然の地形をそのまま生かした作りは、季節ごとに様々な楽しみ方があり、幅広いアウトドアファンに大人気なんだって。よろしくお願いします。早速受付で今回お世話になる高崎さんにご挨拶を済ませ、一丁目の魚釣りやってみたスタートです。許可出ました。ここで皆さんにお知らせがあります。はい。本日皆さんの分のお昼ご飯用意してません。ということはお分かりですね。ここで釣った魚を釣った分だけ食べていただきます。それでは釣りタイム行ってみましょう。スタート。弱々しいホイッスルでスタートした今回の魚釣りやってみた。狙うのは昼食のニジマス。沖手さんと高橋さんもいるから、1人1匹以上は釣らないとね。それぞれ釣りのポイントに移動して、さあ準備は OK？ それにしてもみんな釣りにそぐわない格好してんな。さあ最初の関門は餌付け。頑張っていってあどこどこちょっと待って、どうすればいいの？どうすればいいの？いきます。いくらの匂いする。食べていいかな、これ。あ、中身出てきちゃいます。あ、これでいいんですかね。オッケー、オッケー、オッケー。オッケーですか。急いで、急いで、急いで、急いで。落ちないでくださいね。あ、いくら。前振りじゃないですよ。今日 DS で魚釣りしたんですけど、その時めっちゃ釣れたんですよ。だけど現実は全然釣れなかった若干釣れそう。行きます。こりゃ楽勝だな。あー、食べれてる。もうやだ。釣りに焦りは禁物。気長に待たないとな。我慢我慢。え、これ取られた？まずは6期生の川端がゲット。それにしてもうるさいな。血が出てる、どうしよう。魚が血出てる。怖い怖い怖い。手で取ります。ご飯釣れた。そして今度は5期生の椎名がゲット。本当はこういう場所では静かにね。やっとご飯が食べられる。よし。できたぞ。あ、来た。先輩諸星も負けてない。へっぴり腰でゲット。助けて。あ、怖いよ。やだ。ずっと赤ちゃんが。あ、来た来た来た。出た出た。おお、やった。あ、来た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 。釣れますよ、これ。あ、来る来る来る。おっ、ぴょんぴょん。さあ、わあ、釣れた。釣れました。あ、やった。めっちゃ水跳ねる。いただきます。もうパクパクパク。まだ一匹も釣れてないから、ちょっと頑張らないと。頑張ります。あ、釣れてない。ここに来て釣れてる子と釣れてない子の差が出てきたみたいだな。めっちゃ近くにいるの分かってんだよ。早く出てきなよ。3匹目ゲットです。イエーイ。まだ0匹。お腹すいたよ。ブレってないのに食べられちゃうんですよ。なんでだろう。まあ餌が良くないんじゃないですかね、これね。餌がいくらっていうのがちょっといまいち弱いのかもしれないね。この後どうなっちゃうの？どうなるんだろうな。それにしてもさすが爆乳クイーン、水辺がよく似合う。爆して外神田1丁目ニューシングル「青春クロニクル」ハリネズミとジェリービーツ発売中。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナ、これティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテスト受けな。ティーナって何？ティーナ。ツンツル学園をご覧の皆様、私たち爆して外神田1丁目同期生です。それでは私たちのニューシングル「青春クロニクル」歌って踊ってみた。ご覧ください。せーの、どうぞ。見上げた空に指で星座を描いた。もう迷いはしない。青春クロニクル。釣りの初心者が集まって行われた今回の魚釣りやってみた。予想を超える大量っぷりにみんなの昼食は一安心と思えたんだが、パクパクパク途中結果発表。はい、というわけで皆さん釣れましたか？はい、こっちは釣れてるのに、あれ、こっちの方々、あれ、もしかして釣れてないです。釣れてないですか。そんな皆様のためにいい餌を用意しました。本当ですか？そうです。これがあると確実に釣れるらしいです。こちらの餌用意させていただきました。はい、カメラさん見てください。ブドウ虫。正気ですか？これだと釣れるから。全然違うから。はい、まず外側の一丁目が、はい、ブドウ虫の蓋開けてみた。持たない。これで釣れなかったら落ち込むから。完全に超えてます。はい、はい、張り返してみ。やります。やる。はい、ほら、これ。うわ、でもこれぐらいできないとアイドル全然出ない。逃げないで。そんな絶叫をよそに自分の分を釣り上げたメンバーは引き続きイクラの餌で釣り継続中。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。じゃあカレー行ってきます。どうですか？来てますけども、いるんですけど、はい、見向きされません。あんなに頑張ったのに。食べてくれないよ。これもしかしたらイクラの方が良かったのかな。なんかイクラの時よりもでかくて白いからめっちゃ見える。こっから超気持ち悪い。あれイクラじゃないですか。あれおかしいですか。おかしい。全く釣れませんけど。あ、釣れた釣れた。足めっちゃ釣ってる。3匹目なんですよ。ご飯できた。あ、4匹目。ピチピチ。いくらで釣ってる人がどんどん釣れてる。ブドウ虫に変えた方々頑張ってください。ブドウ虫の方が美味しいんだから。さてさてどうなることやら。それにしてもやっぱり爆乳クイーン癒されるな。爆乳クイーンコンテストを競わせてみた。バッシュルで絶賛進行中の第5回爆乳クイーンコンテスト、当番組が誇るアイドル選びのプロをご紹介いたしましょう。皆様よろしくお願いいたします。それでは早速審査員の皆様からあるお題をいただき、爆乳ガールズの皆さんに PR をしていただこうかと思います。飯森ひろのりさんお願いします。はい、夏の終わりに告白からのキス顔。それでは爆乳ガールズの皆さんご準備お願いします。もう日が暮れちゃったね。先輩、よかったら私と付き合ってください。あれ？今やったんですけど。先輩、ずっと好きでした。付き合ってください。花火綺麗だったね。また来年も見たいな。チューしてもいいよ。はい。ああ、今日は楽しかったね。なんか遊び疲れちゃったよ。でさ、ずっと言おうと思ってたんだけど、私さ、結構前から好きだったんだよね。びっくりした。ねえ、今誰もいないしさ、チューしない？恥ずかしい。浅草サンバカーニバル楽しかったね。ライガー先輩大好き。後でマスク外してチューしてね。一目惚れって信じますか？私とひと夏の過ちを犯してください。はい、しばらく会えんくなるかもしれんけど、私ずっと好きだから最後にひろのり、私の夏はかき氷も一緒に食べたし、立位最前屈も一緒にしたし、すごい楽しかったね。お家帰ったらお医者さんごっこしよう。では審査員の方の判定を見てみましょう。こちらです。白川さん、葵さん、矢野さん、長谷倉さんという結果になりました。それではいきましょう。せーの、マッシュで会いましょう。イエーイ。また次回お会いしましょう。さようなら。まだまだ夏は終わらない。現在、秋葉原バックステージパスでは第7期アイドルキャストオーディション開催中。様々な新しい個性を求め、夢に向かって頑張るあなたからのご応募お待ちしています。僕らが見上げて空に指で星座を描いたこの日々は永遠のメモリー。銀河を流れる時も君と共に歩く。バックステ外神田1丁目ニューシングル「青春クロニクルハリネズミとジェリービー」発売中。釣りの腕前に関係なく、釣れたこと釣れない子の命運が分かれた前半戦。問題は餌にあると判断し、沖手さんからのビッグチャンス。ブドウ虫。僕もこれ無理。これで釣れなかったら落ち込むから。ここですでに4匹を釣り上げた川端咲希ちゃんがまだ釣れていない先輩へ向けて歌います。「I believe my heart」張り切ってどうぞ。心の扉が開いたからよしよしよし。やったー、やっと釣れましたー。よし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 、泣いた甲斐ありました。本当にイエーイ、釣れたー。咲希ちゃんありがとう。歌のおかげで3人は釣れたんだけど、残るはこの人、青島かれん。ついてるまだついてる。余裕でついてる。好きじゃないのかな、あんまり。いくらつけてるんですけど。もう慣れたもん。そう、2個つけます私。釣れた。釣れた。あげて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 。釣れてる釣れてる釣れてる。おお、釣れちゃった。釣れた。あ、ここだ。あげてあげて。釣れた。願った。開始から何分ですか。見事全員釣り上げ、昼食ゲット。もう昼過ぎてるんだけどね。苦労して釣り上げた魚の味は格別だ。CM の後は爆して最新情報。爆乳クイーンのなつみちゃん、ご苦労様。隠して外神田1丁目ニューシングル「青春クロニクルハリネズミとジェリービー」発売中。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナ、これティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテスト受けな。いいね。ティーナって何？ティーナ13、はい、愛知県出身、上から4玉、下から4玉、有田理也です。はい、お手手が小さいチョロこと広松夏美です。はい、ダンスが大好きな広沢舞です。はい、私たちの通算6枚目のニューシングル、両 A 面ニューシングル「青春クロニクルとハリセンビのジェリービー」が昨日発売となりました。はい、青春クロニクルはスピーディーな曲となっていますので、夏にぴったりとなっています。はい、そしてハリネズミとジェリービーはとっても可愛らしい曲となっていますので、この夏ぴったりの曲となっています。イエーイ。夏が終われば秋、秋ということで、私たち爆スロ神田1丁目はツンツベプレゼンツ銚子ぶっこき祭り2014秋おかわり旅行ツアーが開催されます。はい、9月20日、21日には新宿ブレイズさんにて 2デイズ4公演、そして2日後の9月23日には広島クラブクワトロさん、そして9月28日には北海道のキューブガーデンさん、そして10月11日には柏ハルーダさんに行かせていただきます。続いて爆して外神田1丁目のテンパ情報。8月31日まで夏休み特別企画お楽しみスクラッチキャンペーンも開催中です。そして夏休み特別企画もえあずのちょい盛りメニューは今第4弾です。ちょい盛りカツ丼は2度美味しいをやっております。ぜひ挑戦してみてください。そしてですね、今は生秋バクステも毎日店舗から生放送しています。はい、毎日日替わりでね、キャストが MC を務めているんですけど、この生放送前にはですね、ツンツベ爆音の今までに放送された回が放送されてますので、ぜひ皆さんそちらの方もお楽しみにしていてください。そしてバクステは第7期アイドルキャストを募集しています。年齢対象は中学卒業から20歳までとなっていますので、お気をつけください。私たちは3人1期生なんですけど、1期生の時は25歳まででした。そうだね。20歳までということは、有田理也さんとアルファ。そんなね、1期生なんですけど、どんどん個人活動が増えてきています。 AD なぎさちゃん、朝倉ゆりちゃんが舞台に挑戦します。結婚2年先2デッドはライブ、9月10日から23日まで新宿村ライブさんにて行われますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。そして楠木結衣ちゃん、高宮芽衣ちゃん、ななみとろろちゃんも舞台に出演します。ロバン教第38回公演 See You Again に10月23日から26日まで出演しますので、そちらもぜひ皆さん応援よろしくお願いします。というわけで、以上最新情報をたくさんお届けしたんですけど、爆スロ神田1丁目初の両 A 面シングルを引き下げて、これからイベントもたくさんありますので、私たちも頑張らないとね。そうだね、まだまだ暑い夏を盛り上げていくぞ。詳しくは爆ステ公式ホームページをご覧ください。以上、爆ステ外神田1丁目最新情報でした。バイバイ。バイバイ。爆音。おお、うまそう。これがあるから釣りはやめられないよね。じゃあ焼けたら嫌なので食べましょうか。じゃあ皆さんでいただきます。いただきます。うわー、いい感じ。パリパリだ、パリパリ、パリパリです。いただきます。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。なんか新鮮、やっぱり取りたてやから。仲良くなったからさらにおいしい。仲良くなったのを食べてしまう。お魚さんありがとう。ありがとうございます。感謝感謝。おいしい。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。皆さんどうですか？美味しかった。つんづめまぞん、今週はこの辺でさよなら。